それともう一つは、眠っている間はただリラックスしてるとか、それだけじゃなくて、脳の中で様々な情報処理がされています。皆さんも学生時代、受験勉強なんかでの時期に聞いたかもわかんないけど、一晩寝ると、なんていうの、前日の記憶の大部分は忘れるんだけど、逆に言うと、大部分は忘れるんだけど、でも一部のことを覚えていて、でその覚えていることというのは忘れにくくなると。で仮に忘れたとしても、2度3度復習して、でそれで記憶に固定化していくと、どんどん忘れなくなっていきますよということで、そういう話は聞いたことあると思いますけども、寝ている間というものは記憶の整理が行われます。でその時に何が重要で何がいらないものかというのは無意識が判断して、そしていらないものは忘れていくし、必要と思ったものは覚えるようにする。そして覚えたものというのは大抵のものは無意識が重要だと思ったものは、長くしっかり覚えられるということで、でその記憶の整理がせっかく行われる時に間違った情報を脳にインプットして眠りに入っていくと、自分に必要のないものを重要だと覚え込んで、そして明日からの生活に意味のない知識が脳にインプットされて生活していくというのはもったいないので、だから眠る前には何が自分にとって重要なのかというのをしっかり、インプットして、そして、寝ている間にそれに基づいて脳内で情報処理をしてもらって、だからもう無意識でやるんですけども、で無意識に寝ている間に情報処理、その記憶の整理をしてもらって、そして翌朝から、その整理された記憶、あるいはその情報でまた生活をしていくということで、眠る前というのは眠る前の意識状態、あるいは、思考内容というのは寝ている間の脳内活動に影響をかなり与えるので、そしてその寝ている間に整理された情報で、次の日からのまた人生が始まるということですから、眠る前に考えることというのはかなり無意識に影響を与えるので、だから、ね、眠る前に何を考えるか何をするかというのは重要ですよということで、じゃあ何をするべきかというのはもうかなりこれまでの話で分かってもらえ察してもらえてるかなとは思いますが、一応説明していきます。で、まずやっちゃいけないのは、